この度は私が1人で飲食店を訪問していたとご説明させていただいたところでありますが、実はそうではなくてですね、後輩議員2名とともに訪問していたというのが事実でございます、まこ、あ、に申し訳ありませんでした、私は嘘をついていました、やっぱりね、安倍総理も嘘をついて許されてましたんで、私も大丈夫かなと思ったんですよ。 ま、その理由といたしましてはですね、まあ、飲食店と言いますけども、まあ、銀座のクラブと、あとキャバクラをはしごして、その後ね、名刺交換、あの、キャバクラのキャストさんとしたんですけども、なぜか私だけは断られて、小平議員だけがなんかうまくいっちゃって、そのままね、ホテルに仕込んだんで、なんか悔しいなと思って一人で行ったってことにしたんですけども、その後、奥さんに見つかってバレてですね、叱られて、その後に、まあ、自民党にも奥さんがチクってですね、その後、週刊文集さんに奥さんが、 ネタをばらして、私一人だけがこんな目に遭ってます、はい。本当にね、申し訳ありませんでした。まあ多分こうやって頭を下げていれば、私のこともね、そのうち忘れられて、まあなんと言ってもね、かわい合案里もなんかね、ノうノうとまだ議員やってるぐらいですから、私もね、このまま議員歳費受け取りながら、ほつぼつと暮らしていこうと思います。え、本当にね、まあありがとうございます。皆さんのおかげでこうやってね、やらせていただいております。まああの、クラブの姉、ね、ちゃんとの、あの、約束がありますんで、これでちょっと失礼します。ありがとうございました。